今日はですね、なんで大型二輪の DCT で、XADV を選ばずに NC750DCT モデルを選んだかっていう話をします。と、私は以前 250cc の MF13 フォルツァに乗ってましたが、ステップアップということで、大型二輪の AT 車という選択肢の中で、バイクを選んで現在に至っております。で、選択肢としては大型二輪の AT 車ということになりますので、まずスクーターからのステップアップということで、まあ、第一のヒットに上がるのはヤマハの XMAX ですね。これは、まあ、スクータータイプの大型二輪ということになります。で、現在新車で買える大型二輪のスクーターっていうのはこれだけですね。で、あとはXADV があるじゃないかって話ですが、まあ、スクーターと普通のバイクの、中間みたいな性格のバイクですよね、あれはね。まあ、スクーターと言ってもいいかもしれません。で、あとは、DCT モデル、ホンダの DCT モデルだけになってしまいますね、現地的にはね。そうなってくると、この NC750、あとは XADV、これが7半径ですね。あとはさらに上に行くと1100系で NT1100 とかレブル、1100とかそういったものに、大型二輪の AT があるということですね。まあ、当然予算的な縛りもある中での、選択ですので、レブル1100は一瞬考えましたが、まあ、汎用性という意味ではちょっと、NC750 とか XADV の方の、荷物が乗るという意味で有利だったんで、ちょっと却下しました。で、そうなってくると 750cc 系の、この XADV と、NC750 2車種の中のどれかってことになりまして、じゃあなんで、XADV を選ばなかったかって話に戻りたいと思います。で、まずですね、 XADV は、まあ、値段が結構お高いっていうよりも高いわけじゃないと思うんですよ。ただNC750 との価格差が30万円以上あるということで、ちょっとそこはね、やっぱ引っかかりますね。まあ、NC750 が安すぎるっていう話もあるかもしれませんね。それとですね、もう一つはですね、足付きの問題ということになります。で、XADV は 780mm のシート高。NC750 は 800mm のシート高なんですけれども、足つきだけ見ると多分 NC750 の方がいいかもしれません。で、ちなみに、フォルツァ、今まで乗ってたフォルツァの足つきは 780mm ということですね。で、こちらは 800mm ということで約 2cm ほど高いことにはなってますが、ご存知の通りバイク型のシートっていうのは、スクーター型のシートに比べて、幅狭なんですね。なので、フォルツァが、まあ、丸太にまたがるような感覚でシートにまたがって、それでお尻をずらして足をつくという行為が必要であったのに対して、この NC750 に関しては、お尻はずらさずにそのまま足をスッと落とせば足がつくという状況になりました。なので、XADV も、まあ、おそらく少し足お尻をずらさないと足がつかないんじゃないかなと思います。なので、ちょっと足つきという意味では NC のが優れていると私は判断しました。それとですね、まあ、お尻をずらすという行為に関してなんですけれども、ちょっと XADV は少しまたがらせてもらったんですね。そしたらですね、シートがですね、滑らないこれはやべえなという感じ。瞬間的に右足とか出すときとか、こうおっとってよろけたときに左足つこうと思ったけど急遽右足に変更とかあるじゃないですか。その時にお尻をずらしてこう足つきを変更するっていう行為が、私のような低身長ライダーには必要なスキルになってくるんですけれども、それができにくいなと思いました。あとはですね、私の、まあ、体の問題なんですけれども、フォルツァに乗ってた時に渋滞とかにはまったりすると頻繁に足をつくわけで、その後ちょっと膝が痛くなってたんですよね。それで整形外科に行ったら、ちょっと膝の軟骨の左膝ですね、足つくのが左膝なんで、
左膝の軟骨の内側が少し減ってるんですよ、レントゲン見たらですねそれでやべえなと、このままバイク乗り続けたら本当に膝の手術が必要になっちゃうなと思って、ちょっとバイクライフそのものに対するちょっと懸念があったんですね。でまあとはいえですね、教習所に行って、まあ、大型二輪取ってから考えようかなと思って、教習車が NC750 の DCT モデルだったので、それをまたがって2時間ほど足つきとか、まあ、めちゃめちゃ足つくじゃないですか、教習所のでもうついて発進してついて発進してなんて、もう渋滞と同等ぐらい あのゴーストップが続きますので、足痛くなっちゃうかなと思ってたんですけども、それがまた全然痛くならなかったんですよ。おそらくですね、フォルツァはこう股を広げてから足をつくっていう感じで、そうですね、O脚みたいな形で足をついてたわけですよ。だけど NC の場合はもう真下に落とせるので膝が変な風にこう負荷がかからないっていうのが分かったんですね。それでもう完全にもう XADV は値段とか関係なく、今後のバイクライフを継続する上でちょっと無理かもしれないなと思いました。なので、もう実はですね、 XADV って注文してから手元に届くまで結構半年とかかかっちゃうよって言われたんで、仮注文だけはしてたんですけれども、もうそれはキャンセルということで、もうすいませんが NC に切り替えますって、まあ最初から NC か XADV かで悩んでる旨は伝えていたんで、その辺はまあ切り替えはスムーズにいきまして、それでもう NC だったらスッと入荷しちゃうんで、もう切り替え、もう元には戻せないっていう感じ、次もやっぱり XADV って話になったらまた時間かかっちゃいますよとは言われたんだけど、いやもう XADV はやめますって話で伝えました。であとですね、 NC と XADV の違いとしては形ですね、バイク型であるかスクーター型であるかって違いもありますが、カスタマイズ性ですね、スクーターってどれもそうなんですけども、ちょっとなんか部品とかフレームに何かとっつけたいって思うと急に難易度が上がっちゃうんですけど、なので NC だと割とその辺は楽にカスタムできると。まあもちろん XADV の、現代標準的に備わってる機能がもう自分の用途にバッチリ合ってるようであれば問題なかったんですけども、やっぱり私の場合はロッドホルダーとかつけたいので、そういったちょっと外装的なカスタムですねがどうしても必要になってくるんで、ちょっとどうしようかなと思ってたんですね。だけどまあ NC にしてしまえばその辺は解消するということで、まあ NC になったというわけですね。ただまあ NC に切り替えるにあたって、まあ、今までフォルツァスクーターに乗ってたのに急にバイク型になるということで、この足のリアブレーキですねの操作についてはちょっと慣れなきゃいけないなというところがありましたね。あとはまあこのバイクはXADV に比べればエンジンとフレームの基本構造こそ一緒ですが、まあいろいろこうコストダウンしたバイクということで、メーターもあれですね、セグメント方式のいわゆる G ショック的なメーターがついてますし、あと、温度計がないとか、もう信じられないなこれこのメーターなんで温度計ないんだとかそういうのとかありまして、XADV に比べるといくつかの機能、まあ、フロントサスペンションとかフロントブレーキの、まあ、豪華さの違いとかはもう一見してわかるんですけれども、機能的な部分もかなりこうそぎ落とされた形になっています。今言ったXADV が液晶表示 TFT のドットマトリックス表示の液晶表示なのに対して NC750 はセグメント方式の、液晶だということもありますし、ウインカーキャンセラーもないとか、あといくつかあったかな、まあ、あとはそのスクリーンがですね、非常に小さいのしかついてなくてちょっと全然風防がないとかそんなことがあったりとかしまして、いくつかネガティブな要素は当然あります。まあですがですね、まあ、慣れてしまえばいいかなと思いましたので、もうこのまま乗っていこうかなと思います。エンジンの基本構造は一緒ですから加速とかはほとんど変わらないということと、あとタイヤが17インチ前後で、
共通のタイヤ使ってますんで、やっぱね前後同じタイヤっていうのはやっぱあの動きがバイクの動き自体が素直になりますからね。フォルツァとか XADV はやっぱ前後で1インチか2インチ変わってくるんで、ちょっと癖のある動きっていうか、直進安定性は高いんでしょうけれどもね、そういった、動きになってしまうという違いもありますんで、まあ、私バイクはあまり慣れてないんで、こういう基本的なバイクっていうのを一回乗んなきゃなと思ってるところですので、そういった部分も含めて、教習車でも使われているこの NC750 で、バイクの操作の基本をちょっとしっかり覚えて乗りこなせるようになっていきたいなと思っているところです。まあこんなところですかね。あとおまけ情報なんですけれども、なんで、大型バイクってあれが高いんですかね。ガブガブうるさい、うるさいぞフェラーリ。まあちょっとフェラーリがうるさいんで、もうこの話は今度にします。じゃあ今度ちょっとオプション品でちょっとの話、オプション品の話を少ししたいと思いますので、それではまた、さよなら。フェラーリも行ってしまいました。なんだあれ、飛ばしたいけど飛ばせないっていうかわいそうな状況になってますね。だからね、やっぱね、ああいう車買うとね、もうこういう道路はフラストレーションですよね。まあ、その意味では NC はね、とことこ運転もできるし、そこそこアグレッシブな運転もできるということで、まあ非常にいいバイクだなと今感じているところです。じゃあ改めて、それではさようなら。